この項目では、2012年シーズンの J リーグディビジョン2について述べる。山形水戸栃木草津千葉、東京 V 町田横浜 FC 湘南甲府松本、富山岐阜京都鳥取岡山徳島愛媛福岡、北九州熊本大分,分2012年、J2 チームの所在地2012年シーズンの J2 の、クラブ数は2チーム増えて22。 J リーグディビジョン1、16位ワンフォーレコーフと17位アビスパ福岡が2010年シーズン以来2シーズンぶりの J に降格。18位モンテリオ山形は2008年シーズン以来4シーズンでの J に降格。一方、毎シーズンの JFL 所属の順加盟クラブから FC 町田ゼルビアと松本山が FC の J に参入が2011年12月13日の J リーグリンジ理事会で承認された。突起なき場合、監督代行はトップチームのヘッドコーチが務めている。今期の J にはシーズン後の入れ替え制度に関して大きなレギュレーション変更があった。J には2012年3月4日に開幕11月11日閉幕の全42節462試合で行われる。集団期間はなく、 ほぼ毎週日曜日に開催され、曜日分散開催がなくなった。J1 昇格プレイオフは、全日程終了後の2週間で行われる。J1 昇格プレイオフの日程を確保するため、リーグ開催時期が2003年シーズン以来9年ぶりに、J1 と J2 でずれることになった。開幕後、まずは、総高最新体制を迎えた湘南が、開幕から9試合無敗と、 好調なスタートを見せ、第3節から第12節にかけて首位に立った。しかし湘南は第10節で初の敗戦を喫すると、そこから逆に8試合未勝利と調子を崩し、代わって13節には山形が首位に立つ。だが、山形もそのまま抜け出すことはできず、第16節には京都が首位に浮上。17、18節と山形が再び首位に立つが、 19節には、千葉に、首位交代。以後20節に、東京 V、21節に、山形、22節に、東京 V、23節に、大分、24節に、千葉、25節に、東京 V、26節に交付と、上位戦線は8試合連続で首位が入れ替わる、前代未聞の混戦に発展した。この混戦から抜け出したのは、第26節で、 初の首位に立った上福博氏率いる甲府だった。得点王となったエースストライカーのダビを中心に中盤戦に入って一気に調子を上げた甲府は、この節以降一度も首位を譲ることなく2位以下を引き離して独走。第38節に2位で追っていた湘南と引き分けたことで4試合を残して1年での J1 復帰が確定。 第18節での敗戦を最後に一度も負けることがなく24試合連続無敗という J2 新記録も達成した。残る一つの自動昇格枠とプレイオフ進出権をめぐる争いは、首位を経験した湘南、山形、京都、千葉、東京 V、大分、開幕から常に注意を維持してきた岡山や栃木、さらにシーズン当初は低迷しながら後半戦に入り、 猛追してきた、横浜 FC や松本なども加え、最後までもつれる混戦となった。終盤戦を前に、岡山、栃木、山形などが及ばずに脱落。第41節には、5位と7位の天皇さんとなった、試合を5位の横浜 FC が制し、7位の東京部位も、プレーオフ進出の可能性が消滅。一試合を残して、プレーオフ圏内の六位以上は、京都、 湘南、大分、横浜 FC、千葉の5チームで確定し、そのうち千葉を除く4チームが自動昇格枠の2位になる可能性を残して最終節を迎えた。迎えた最終節、2位の京都はすでに昇格を決めていた甲府に、痛恨の引き分けを喫し、3位に転落。代わって町田に勝利した湘南が2位に浮上し、3年ぶりの J1 昇格を確定させた。 プレイオフ県の最終順位は3位、京都、4位横浜 FC、5位千葉、6位大分で確定。横浜 FC は第5節時点では最下位に低迷しながら急浮上してのプレイオフ進出となった。一方、史上初となる J に残留をかけた海戦戦は JFL に所属する J リーグ巡回員の中で長崎のみが J にライセンスを交付されたことで、 最下位の1チームのみに降格の可能性が生まれる状況となった。前半戦から参入1年目の町田に加え、富山、鳥取、岐阜などが、会に低迷。最終節にこの4チームが降格の可能性を残した。町田は、第35節で、富山、第40節で、岐阜との直接対決に勝利するなど最後まで粘った。ものの、最終節で、湘南に敗れ。 再開が確定。その後長崎が JFL で優勝し、J リーグ参入を認められたことにより、1年での JFL 降格が決定した。その他のチームでは、J 参入4年目で、初の1桁順位となる8位に躍進した、岡山、J1 ライセンスが交付されず、昇格が認められない、状況下で2年連続の1桁順位を確保した、北九州。 参入1年目ながらも後半戦はわずか4敗でプレーオフ県争いにも絡み12位に食い込んだ松本などの奮戦が目を引いた。一方、前年にあと一歩で昇格を逃した徳島1年での J1 復帰を目指した福岡は揃って大苦戦し、それぞれ15位、18位に沈んだ。最終更新は2013年11月24日の試合終了時出展。 J リーグデータサイト順位の決定基準、1、勝ち点2、得失点差3、得点数1、1J1 ライセンスを保有するクラブのみ、J1 自動昇格、プレイオフ参加か。事前に、ファンの投票により、各クラブの最高得票者1名が、J2 エキサイティング22としてノミネートされる。その22名の中から、当日の J リーグアウォーズ観覧者の投票によって、 最も多くの票を集めた選手が j にモーストエキサイティングプレイヤーに選ばれる。町田と松本が昇格し、クラブ数が22となったので今シーズンから j にエキサイティング2 2となった。優勝クラブ以外から選ばれたのは初めて。また、来シーズン昇格しないクラブから選ばれたのも初めて。ジェフユナイテッド、千葉所属選手の受賞は初めて。DF の受賞は2年連続。 ありがとうございます。